Thank you.
Thank you.
Thank you.
はい、ということで試合終わりました。2回戦2616で敗退しました。試合内容なんですけど、ちょっと僕 あのいつものオムニの悪い癖、ちょりちょり癖が出てしまいました。まあ、今日はフラットで、ね、攻める予定だったんですけど、いつもやっぱハードコートで練習してるし、あのハードコートで試合ばっかしてるんで、その時によく使ってるあのスピンボールをついつい打ってしまって、それがなんかやっぱ中途半端にちょりちょり引っかかって、でサービスラインぐらいに落ちて、でずっと引っ張たかれてる状態っていうのが続いちゃって、でそこから、まあ、修正しようとしたんですけども、修正しようとしたらミスがいっぱい出ちゃってって感じで、ちょっと負のスパイラルに入ってしまって、2616っていう結果で負けてしまいました。明日実はもう岩手で試合があるんで、ちょっと気持ちをすぐ切り替えて、今から岩手に向かって、岩手の試合は100万大会なんでポイント高いんで、そこの予選をまずは抜けてポイントいっぱいでゲットできるようにちょっと頑張ってファイトしていこうかなと思うんで、まあ、連戦なんですけど頑張っていこうと思います。まあ、県大会いつもそう早めに負けてしまうんですけど、次は秋にまた県大会あるんで、そこに向けて主にもたくさん練習していこうかなと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で、では。